初めてのキャンプだから一通り道具は揃えてきたけど、これだけあればどうにかなるかしら。どうにかなるわよね。むしろどうにかするわ。麦シワのためだもの。風の加護を我らに。やってやるぜ。暴れるぜ。今だ。魔界上の場を食らいやがれ。やった。霊界の力よ。覚悟しろよ。お祭りだ。水着もバッチリ。ナナカサマーカーニバル。すごいですね。攻めていきましょう。おりゃ。まだ敵が残っていますね。さあおいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。褒めて。霊界の力燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンバイト。ナイスだ。開け魔の扉。チリと化せ。さすがだね。暴れるぜ。魔界上の力出ない。甘い。大詰めだね。風の精霊よ、大気の加護を。覚悟しろよ。暴れるぜ。今だ。魔界上の場を。さあおいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。止めてよ。霊界の。お祭りだ。水着もバッチリ。ナナカサマーカーニバル。あと一息だ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。さすがだね。開け魔の扉。チリとかせ。ナイスでござる。バッシュン。食らうがよい。はっ。怪我はありませんか？
ましょう。イルカさん、よっ、えい、足止めします。ほっほっ、バッシュン。それ、風の精霊よ、大気の加護を。やった、マジ天使、お祭りだ。水着もバッチリ、ナナカサマーカーニバル。すごいですね、攻めていきましょう。よっ、えい、最後までお供します。攻めていきましょう。私は何度でも蘇る。足止めします。いざ、風の精霊よ、大気の加護を。みたいです。本来の力なら勝ってたのじゃ。私も戦います。覚悟しろよ、今だ。こりゃ、我が力を知れ。はっ、まだ敵が残っていますね。開け、魔の扉、チリと化せ。覚悟しろよ、燃えてきたぜ、ぶっ飛べ、ウルフェンバイト。さすがだね、今だ。怪獣目倒して、さあおいで、その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム、止めてやる。はっ、何、怪獣目倒して、
開け魔の扉、チリと風。風の精霊よ、大気の加護を。お祭りだ。水着もバッチリ。ナナカサマーカーニバル。さあ、おいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。あと一息だ。はい。暴れたら腹減ったな。なんか食いに行くか。ギルドを結成したのはいいが、まさかまともに魔物退治もできないとは。すべては私に司令官としての能力が欠如していたせいだ。もっと的確に指示を出せていれば。よし、ならば特訓あるのみだ。私が強くなればその分ギルドが強くなるだろう。しかし街中では人がいて危険だな。仕方ない、外に出て特訓するか。ん？なんだキコは、私に言おうか。街の外は危険だと。そんなことは分かっている。危険だからこそ訓練になるのではないか。何？子供が一人で出てはダメ？子供ではない。私はモニカ・バイス・ビント。誇り高きバイス・フリューゲルに所属する立派な軍人だ。なんだその棒読みは。キコ、さては信じていないな。嘘ではない、私は本当に軍人なのだ。は？両親の居場所？私の家？なぜそんなことを聞く？送り届けるため？だから私は子供ではないと言っている。どうやらキコは私を怒らせたいようだな。もうキコなど知らん。私は特訓に向かう。止めても無駄だ。広いし訓練にもちょうどいいな。なんだキコ、ついてきたのか。心配しなくとも、町を出たからといってすぐに魔物と遭遇するはずが。魔物？噂をすればなんとやらか。何？逃げようだと？なら一人で逃げるのだな。私は軍人だ。魔物相手でも逃げたりはしない。たとえ一人でも戦ってみせる。なんだ、何を呆れている。仕方ないとはどういうことだ。なんだこれは、力がみなぎってくる。これならば魔物も恐れることはない。くらえ！どうだ、私の実力は素晴らしいだろう。そうか、すごいか。
やっとキクンも私を軍人と認める気に。え？すごく強い子供でびっくりした？わ、私は子供ではない！葵、なぜ手をつかむ？誰が触れていいと言った？は？危ないからお家まで送ってあげる、だと？だから私を子供扱いするな！キコはそんなに私を愚弄したいのか？不愉快だ！ふっ、そのようなものを受け取る気は。それは飴か？おい、仕方ない。どうしてもと言うなら受け取ってやろう。はん、ああ、なかなかの味だ。キコ、名前は？そうか、この飴に免じてさっきの非礼は許そう。では、今日の特訓はこれくらいにしておこう。帰るぞ。偉大なるアメス様、どうぞご加護をお与えくださいまし。このクマ野郎、ぶっ殺す！お祭りだ！水着もバッチリ！ナナカサマーカーニバル！格が違うな！風の精霊よ、大気の加護を。開け、魔の扉、チリと化せ。ナイスでござる。ようやくくたばったわ。ざまあみなさい。主様、傷口を見せてくださいまし。思ったよりも浅い傷です。ほっといたしました。今薬草を煎じて塗布いたしますね。無茶するんですから。ヒヤヒヤしましたよ。でもかっこよかったですよ。イケメンですね。はい、キャル様をかばう主様、大変精悍でございました。ご立派でございます主様。
な攻撃、私は避けられたわよ。それなのに飛び込んできて怪我までしちゃって、バッカみたい。心配させるんじゃないわよ。でもありがとね。一応お礼を言っとくわ。喧嘩相手は選べってこった。手を出して、幽霊たちと一緒にハロウィンのダンスを踊ろうよ。